ブレンダン・マイケル・ハリスは、アメリカ合衆国ニューヨーク州オールバニ出身の、元プロ野球選手、ウトウミギウチ。幼年時代を、クイーンズベリーで過ごした後、ウィリアムアンドメアリー大学に入学。2001年ドラフト5巡目で、シカゴ・カブスに指名された。2004年7月6日にメジャーデビューを果たすも、同年7月31日のトレード最終日に、モントリオール・エクスポズへ。 トレードをされる。8選手、4チームが関わった同トレードにおいて、ノマーガルシアパーラは、シカゴカブスへ移籍した。エクスポーズでは20試合に、出場、50打席で打率、160、本類第1。2005年から2006年にかけては、出場機会に恵まれず、ワシントンナショナルズにおいて、内野のユーティリティープレイヤーとして務める。2006年7月、 ゲイリー・マジュースキー、ビル・ブレイ、ダリル・トンプソン、ロイス・クレイトンと共に、フェリペ・ロペス、オースティン・カンズ、ライアン・ワグナーとの交換トレードで、シンシナティレッツへ移籍。2007年2007年1月2日に、内野のユーティリティを求めていた、タンパベイ・デビル・レーズへ、トレード移籍。開幕当初は内野の控えとしてプレーしていたが、 小児類種 BJ アップトンの摂取やベン・ゾブリスとの打撃不振によるマイナー降格があり、徐々に出場機会を増やしていった。そして、遊撃手以外の内野をこなしながら16本類打を放っていたタイウィギントンをシーズン半ばに放出すると、主に二類種、または遊撃手として、ジョシュ・ウィルソンと併用され、チームに欠かせない存在となった。 三塁手もこなしながら137試合に出場し、自身初の2桁本塁打を12本塁打をマーク。同年11月28日、マットガーザ、ジェイソン・バートレットラとの3対3のトレードで、デルモン・ヤングラと共にミネソタツインズへ移籍した。2011年11月2日に、FA となった。2012年1月6日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだ。 11月3日に FA となり、11月14日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結んだ。2013年は3年ぶりにメジャーでプレーした。同年7月23日に FA となり、7月26日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだが、8月20日に放出され、翌日の8月21日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだ。 オフの11月5日に FA となり、11月18日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。2014年4月に解雇され、独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約する。2015年3月17日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結ぶ。6月29日に解雇となる。2016年からは、 ロサンゼルス・エンゼルスのスカウトに就任。ありがとうございます。